皆様こんばんは、カズラジです。12月のもう9日になりました。日付変わってね、もう0時7分なんです。今夜もお送りしますが、今日ね、沿線住民のポロンさんにお会いして、ステッカーくださいって言われたんですけども、そうなんですよ、持ち合わせておりませんで申し訳ございませんでした。以降ちゃんとこのステッカーはね、オリックスさんのチャンピオンステッカーはね、携行していきたいと思っておりますんで、またキャンプ、2月のキャンプで宮崎に、お越しいただける方、皆さんいらっしゃいましたら、またお前に向かってステッカーのサインを出していただきますと、何らかの形で、お渡ししたいと思っておりますんで、以降きちんとちゃんと、このステッカーは持ち歩いておきたいと思いますんで、ご容赦願えればと思います。今夜もカズラジスタートいたしましょう。はい、皆様こんばんは、カズラジでございます。12月も9日ですね。もうあと3週間で2022年が終わりますが、皆様もうそろそろね、それぞれご自身が2022年という年を総括する時期ではありますね。まあ今年はね、何があれしましたんで、まあそういった意味では満たされた心っていうのは当然あるわけなんですが、ただまあお前も仕事であるとか趣味であるとかを振り返ってみた時に、ああなんか変わり映えしない1年だったな、まあ進歩もなかったのかなというふうに思っておりますが、この年になるとね、まあ、もちろん向上心は大切なんだけども、現状維持が結構大変。そうよ、もうね、物忘れはひどくなるしさ、物覚えは悪くなるし、体は思うように動かないし、あるいは口も思うように回らないし、みたいな感じでございますからね。だからこの現状維持というのが、まあ、非常にこう努力がいるということになってきますね。まあ、そんな中でなんかこう進歩って進化を見せないといけないと思うんですがね、なかなか今年はそれを見出すのは難しいかなと反省しておりますが、ヤマッチョさんです。仕事中無線で作業の進捗状況をやり取りするんですが、今日はゆっくりしっかりを心がけて喋ってみました。そうしたら多くの人から聞き取りやすくなったとの高評価で、ちょっと満ち足りた気分に。これもワンポイントアドバイスのおかげですということ。なるほど。今日はあるプロの喋り手の方に、まあ、このカズラジの住民でもあるんですけど、お前さん、ああいうことをね、無料で教えちゃダメって言われました。あれはプロの技術だからスキルだから、あれはもうちゃんとお金を取って教えることですよって怒られました。というわけで、山内さんには後ほど請求書を回したいと思います。メロンとともに、ありがとうございます。それから牛子さんです。積雪90センチの時、12年前だったかな、年末の12月31日に雪が降り始めたのですが、午前中から昼にかけては路面に全く雪はなかった。ですが昼過ぎから刻々と降り始め、そして除夜の鐘が鳴る頃には80センチオーバーでした。すごいね。翌1日は笑うしかないほどの完璧な雪国で、おお、山陰ですよね。前日の朝の風景とは違いすぎて、とんでもない雪国に来た気分でした、ということで、そんなにこの一夜で言いますか、積もるんだね、すごいね。そこから1ヶ月以上雪がなくならずに、もうあの時のような豪雪は勘弁だと、いまだにみんなで口々に言っておりますということね。まあ、ほどほどにという感じなんだろうね。まあ、もちろんこの四季のある国に我々住んでおりますんで、そこでその季節に応じたいろんなお仕事があるわけですから、夏は夏らしく、冬は冬らしくないと、そこでなかなか生活が成り立たないということもあるわけなんですが、ただやっぱりこのほどほどにというね、そうですよ、過ぎたるは及ばざるがごとしですから、度が過ぎるとダメなんだねということですね。今年はどうなんでしょうね。長期予報では寒い冬ですもんね。どうかな、11月は暖かかったけども、12月に入るとなんとなく寒くなってきましたもんね。ジェンナリーノさんです。朝晩冷えますね。明石は温暖な瀬戸内の町ですが、
みぞれや粉雪が舞うことはありますが、積もることはありません。そうだね。30年ほど前に30センチ程度積もったのを覚えていますが、それ以外記憶にございませんってこと。寒いのがとにかく苦手なので、今年はスカジャンやスタジャンといったおしゃれなアウターではなくて、北の国からで田中邦衛さんが着ておられた襟にボアがついた作業着、通称ドカジャンを色違いで購入しました。へえ、ドカジャンっていうんだあれ。内側もボアになっていて暖かいですよっていう。ああ、田中邦衛さんがね、着てたあの感じね。へえ、あの、昔コントでね、北野武さん、武ちゃんが着てたよね。鬼瓦ゴンゾーさんですかね。ね、ありがとうございます。大体あれってカーキ色か、オリーブ系のカーキか、紺だよね。まあ、黒もあるのかな。色違いって、どんな色違いを買われたんでしょうか。ありがとうございます。それからですね。一郎剛一さんは、大前さんおはようございます。今日も新幹線の中で拝聴しました。ビジネスマンの一郎剛一さん。もう本当日本各地を飛び回っておられますが、空気が澄んでいるせいか、ことのほか綺麗で、山頂付近で雪煙のようなものが舞い上がっているように見えました。ああ、いいね。今日は年内最後の出張で、これから山口市に行って、泊まりは徳山です。ということ。なるほど。山口県内に今日はお泊まりですね。徳山は新幹線から見える工場夜景が有名で、新幹線から何度か見たことがありますが、今晩はゆっくり鑑賞したいと思います。見えるね。僕もペーペーからの帰り、夜になるでしょ、日曜のデーゲームが終わって徳山の工場が一緒見えますよね、新幹線からね、海側の方にね、そうかそうか、今日徳山にお泊まりなんだ、ゆっくりお過ごしください。もうお休みになってるかな。ありがとうございます。それから月のワウシさんです。今週から霜が降りるほどの寒さで、朝の出勤時は手袋が必須になっていますということで。ああ、なるほどね。年末の準備ですが、カレンダーの来週の土日の枠に、妻が大掃除と書いております。しっかり戦力となって、来年も契約更改してもらえるように頑張りたいと思います。そこで戦力外と言われても困りますもんね。トライアウトを受けないとっていうね。今週末は関西への帰省中に、降る雪と、関東でたまに降る雪に備えたタイヤの交換です。冬タイヤの交換です。ああ、なるほどね。そういう季節でもある。僕はもう全然、この関西にいると雪降ることもないしね。だからもうずっと夏のオールシーズンのタイヤで過ごしておりますが、そういう時期ですね。ありがとうございます。それからですね、キュロリンさんは、私は日本で一番隣県が多い県に住んでいるのですが、どこか分かりますかって、どこだろう。一番いろんな県と接しているということだよね。どこだろう、内陸だよね。長野とかさ、どうなんだろう、長野、群馬、栃木、あの辺だよね。どこなんだろう。まあいいや、また教えてください。標高が高いので朝はとんでもなく冷え込みます。そんな中、自転車で40分ぐらいかけて学校に向かっているので大変だね。寒さと風の影響で学校に着いた頃には手や耳が真っ赤になっております。そら寒いわね。私はマフラーと手袋くらいしかつけていませんが、大前さんは通勤時や通学時の寒さ対策はどうしていましたか。まあ、僕らは別にそんな寒いところに住んでいるわけじゃないから、まあ冬の寒さって言ってもまあ知れてますからね。まあマフラー巻いたり、ほんと手袋するぐらいで、でちょうど僕らの大学生の頃ね、にダウンジャケットっていうのが流行り始めたね。うん、それはもう当時もうみんな大学生着ていましたんでね、それを僕も買ってもらって、買って着ておりましたがね、ダウンですよ、モコモコのダウン、ですね。あの頃から比べたら今もダウンジャケットって進化してるよね。それぐらいかな。でまあ学校に行くにも、まあ、電車とか乗ってましたけども、自転車とかじゃないんでね、はい、
で、大学のもう2年からずっと車で通勤じゃない、通学していたんで、寒さ対策ってあんまりないな。でもグリーンスタジアムに仕事で行くときは冬は寒いよ、あそこは。大阪、神戸の市街地よりも3度、4度は低いと思いますからね、きっとね。特に何もしておりません。そんなに普通の冬の格好をしております。ドカジャンも着ておりません。クララさんです。青森の十和田湖、奥入瀬渓流でいいの読み方。ぜひ一度行かれてみてください。夏がいいかも。マイナスイオンの中の散策癒されますよ。東北は山形を残しているような気がします。僕は青森には足を踏み入れたことはありませんという話で、十和田湖ね、そうね、十和田八幡平、あれは国立公園だったか国定公園だったかありましたね、あっちの方にね。発声発音、ワンポイントレッスン助かります。滑舌が良くないので役に立ちます。ドテラって言います。関西はドテラっていうことが多いのかな。ということで、ありがとうございます。胃が痛いのかな今、クララさんは。早く治してください。それから、ヒデ99さんです。ところで大前さんに問題ですってクイズを出してくださいました。去年の12月8日、お前さんは初めてあるところに行かれています。さて、そこはどこでしょうかということで、正解はコメントの最後にということで、下にスクロールしていきますと、正解は、去年の今日、お前さんは初めてギターポートに行かれています。はあ、わかりませんでした。覚えていませんでした。川辺さん、元気ですか？さっきもちょっとギターをちょっと鳴らしておりましたけどもね。そうか、なるほどね。ギターポート行ったのか。ギターポートにもしばらく行ってないな。また、川辺さんにステッカーでも持っていこうかなと思っておりますが、ありがとうございます。まあでもね、なんかいろいろと皆さん頂戴してますか。年末だね、やっぱりね。そうそう、ほら、京セラのさ、中にある京セラドームね、の中にあるマクドナルドが、閉店するというね、今月の半ばでらしいね。27年間、というなんかそんな、ことだったらしいですが、もうね、なくなっちゃう。もうこれはちょっともうた寂しいです。大体僕がアナブースにいる時は5回が終わった時に、ぐらいの時間帯でね、いつもスタッフにコーヒーを買いに行くのよ。お前がパシリで、ね、パシリで行くのよ僕がコーヒー買いに。その時にもういつも顔覚えてくださってるんでね、店員の店長らしき女性の方がね、もう何も言わなくてもなんかもうメニューもう分かってるからね、用意してくださって、もうお砂糖もいらないしミルクもいらないしブラックみたいな感じで出してくれるんだけどもね、残念ですね。なんかね、まあ確かにあそこの中のマクドナルドさんとほど近い、もうイオンモールの中にあるね、同じ階にね、だからまあしょうがないのかなと思いますけれどもね、ちょっと残念な感じがする。昔ね、まあもちろんその野球の選手も試合前に買いに行くことがあるというね、マクドナルドだったんだけど、必ず行ってたね、選手がいるんですよ。誰だと思う？横浜にいたクルーン。彼がもう球団が用意するケータリングとかお弁当よりも、とにかくハンバーガー食べたいっていうことで、毎日クルーンが練習終わって、ユニフォーム姿というかトレーニングウェアのまま、2階のマックに並んでいたというね、マクドに並んでいたというね、ことがあったそうですよ。もう毎回必ずということを聞いておりました。というわけで、まあ残念なというか寂しいニュースも伝わってくるということではありますがね、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。というわけで、野球の話はあまりしないカズラジでございます。最後ちょっとね、京セラのマクドナルドさんについてお話をしました。マクダノーがなくなるというね、寂しいお話でございます。というわけで、12月の9日です。ですからまあ、この
金曜日の朝もしくは昼に聞いてくださっている方が多いと思っておりますが、皆さんもあと1日普通土日お休みであれば今日1日頑張れば、また週末お休みということですね。大前週末またラグビーで大学選手権の3回戦同志社対福岡工業大学の一戦をしゃべることになっておりますんでね、またラグビーモードで明日勉強するということになっています。で、まあ、原稿も書かないといけないし、というわけで、高校ラグビーのお前の日程も今日頂戴して決まりましたし、どなたかおっしゃってましたね、お前の、スケジュール誰が決めるのか、担当プロデューサー番組のが決めてくださいます。ラグビー決まってバスケットも決まってという感じですね。高校ラグビー高校バスケの、お前の出番が決まっておりますんでね、その勉強もしないといけないという、やんなきゃいけないことがいっぱいあるんだけどもなかなかできないまま、おりますが、頑張ってお仕事したいと思います。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。というわけでカズラジでした。音楽止まっちゃった。じゃあまた。